リュドミライバノブナシュベツオバはロシアの政治家である。シュベツオバはシュベツオとも表記される。旧姓はオディンツオバである。1949年9月24日、ソビエト連邦内のカザフソビエト社会主義共和国のアルマータに生まれる。父親は職業軍人であり、大祖国戦争に従軍した。母親は英語教師であった。1966年、 ロストフなどの物理数学学校を主席で卒業する。学校在学中には子供向けテレビ番組のアナウンサーとしての勤務を経験している。この活動に注目したソビエト連邦共産党のロストフ地域委員会はモスクワ国際関係大学もしくは演劇学校に入学するという選択肢を提案、紹介した。しかし、シュベツバはどちらの選択肢も選ばなかった。 祖国功労勲章4等を受ける、シュベツオバ1967年にハルキウ航空研究所に入学し、1973年に同研究所を卒業、航空機の機械工学の学位を取得した。1973年から2年間、ウクライナ・キエフのアントヌフ設計局でエンジニアとして勤務した。1975年より、 キエフのコムソモールのレニングラード地区委員会で初期を務めた。1983年から1986年にかけてコムソモールの中央委員会で初期を務めた。ロシア国立社会大学の大学院に入学し、1997年に1970年代から1990年代にかけての女性の政治参画に関する論文を発表し、同大学院を修了した。 2000年から2011年にかけて、モスクワの初代副市長を務め、社会発展問題について担当した。2011年10月より、国際女性フォーラムの副会長を務め、2013年10月18日には、同フォーラムの会長に就任した。2011年12月21日、ロシア国会員の副議長に選出される。2013年、 全ロシア人民戦線の創設会議に参加し、同年10月31日、同団体のモスクワ地域支部の共同議長に選ばれる。同年、ノーボス地通信やインテルファクス通信などが共同で発表した2012年のロシアで最も影響力のあった女性のランキングで45位にランクインしている。長年の闘病生活の末、2014年10月29日の夜に、 モスクワで死去し、10月31日に、トロエクルフスコエ墓地に埋葬された。ありがとうございます。